吉算さん、預金通帳を見ることは確かなくなったんですけども、考え方としては、預金通帳っていうそのデータがですね、まあ、最も私たちを虜にしますね。あのそこに書いてあるのは数字が並んでるだけなんですけども、そこからさまざまなものを展開して読み取ることができますよね。それは何も貯蓄の金額だけじゃなくって、借金の金額とも同じです。書いてあるのは数字の羅列なのに、それを、 実際の具体的なものとかサービスとか時間に分解して私たちは人生ってのを組み立てると思うんですよそう考えたらほとんどの人に展開力があるんじゃないかなと思うんですよねそれを日本語とか文字とかに書いてみると一気に展開力がなくなるのは結構不思議ですよね数字の羅列の方が無意味なように感じるんですけどもそこにたくさんの意味を感じ取ってそして日本語で丁寧に書いてあることについては一向に展開ができない 受信力が育たなないいっていうのは不思議なことでだか、ねうん、で今回ね長渕剛さんのちょっと言葉をね紹介したいんですけども「あのまあ、生まれ変わる」っていう言葉なんですよ。うん、人生は一条きりだから生まれ変わるんだったら生きてるうちに生まれ変われっていう言葉がねあったんですよ。で私人生を振り返ってやっぱ40で生まれ変わったなと思いましたね。本当にそれまでの 40年間の人生と40から始まったこの10年っていうのは別の人間の人生を生きてるようですね。いや本当にそうだったのかなと思うぐらいですよ。なんかまるで自分の体を宇宙人が乗っ取ったようなね。そんな気さえするんですよね。よく40歳までの人生と40歳からの人生が同じ人間をやってるなと。う不思議なものがありますね。吉田さんもそういう風に感じることってあるんじゃないかなと思うんですよね。あの東京での暮らしって結構思い出すと思うんですけども、その頃はそれが続く。 ととといいうふうに漠然思思ってたんんじゃないかなかですよ私もねどこかで終わるとは思っていたんですけどもマージャン店の暮らしがずっと続くような気はしてたんですよねどこかで終わるにしてもで終わった後どういうふうになるのか全く分かんないからとりあえずは一日でも先延ばししようと思ってあの暮らしが通じたと思うんですけども今はね意図的に自分の人生をこう断ち切って別の人生に乗り換えることができるなと例えばアフィリエイトをずーっとやっててねそれをやめて投資の世界に入るってこともできましたんでなんかその 人生生を何種類も生きてるよような感覚がありますよねで最近ね AI アートってのを始めたんですけどもこれがねなかなか面白いですね今までアートをやってたことってのはあんまりなかったんですけども AI アートってやつはねもう今1000作品ぐらい作っちゃいましたよ毎日作ってますこれなかなか自分のその人生の一部をね生まれ変われせるのには結構いい趣味を持ったなと思いますよね あの、カメラの趣味を持ってた時もあるんですけども、カメラの趣味がカメラ転売になってから、カメラ転売やめてから、なんかね、カメラの趣味なくなっちゃいましたね、一度にね、うん。ほんと一眼レフカメラをあれこれと組んだりとか、三脚を何本も買ったりとかね、途中から、まあ、アイドルさんね、ローカルアイドルさんを撮影したりとかしてたんですけども、いつの間にかローカルアイドルさんの活動を応援するスタッフになって、そしてその活動と同時にカメラをやめてみたいなね。<laughs> なんか、いろいろですね。 意図的に生まれ変わったつもりはないんですけどもんなんとなく自然にそういう流れになったかなっていうのを感じますだからまたね私は申し上げたいところなんですけども生まれ変わるんだったら生きてるうちに生まれ変わるよって感じですよねうんまあ次生まれ変わったらっていうぐらいだったら今今日から生まれ変われるんじゃないかなと思いますうんそんな感じですかねいってらっしゃい